いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。うわただよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、プレシアより2019年10月1日に発売されたタピオカソフトミルクティー。こちらをご紹介したいと思います。こちらは、流行のタピオカとたっぷりクリームのケーキ。角切りスポンジ生地の上にミルクムースとたっぷりのミルクティークリームを絞り、タピオカ風こんにゃくをトッピングしました。本体価格220円。販売地域は、東北、関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州、一部除外ありとなっております。こうなっておりますね。さあ、プレシアさんで作っております。カロリーは213キロカロリー。炭水化物は 16.1 グラムとなっております。あと、洋生菓子となっております。こうなっております。こちらは卵、乳成分、小麦、大豆、ゼラチンを含んでおります。では、開けていきたいと思います。さあ、こういうふうになっております。では、食べていきたいと思います。そうなってるんですね。いただきます。うん。うまいね。でもこのムース。ただスポンジがな。これタピオカ風なんだな。タピオカと思って食っちゃダメだよね。これタピオカ風こんにゃくです。美味しいけどね。ネーミングにはちょっとなあり確かにタピオカっぽいけどね、こんにゃくだし。でもね、そんなに弾力がないんで逆にいいのかなって気もするけど、なるほど。こちらの評価は3です。まずタピオカじゃないタピオカ風のこんにゃく使ってる時点で、このネーミングのセンス、タピオカソフトっていうのはちょっといかがなものかというのもあるし、ないんだけどちょっとなっていう。あとね、これね、言うの忘れてました。こちら蜂蜜を使用しておりますので、1歳未満の乳児には与えないでくださいということだそうです。ということでね、是非このタピオカソフト食べてみてはいかがでしょうか。はい、この動画は面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくればまた喜びます。では。